鯉のぼりすごいよな。なんかもう泳いでるぜ。あの俺ん家の近所の公民館のところでさ。なんで？あ、あれか。桃の節句。あ、違う。端午の節句の時期か。すごいわ。久しぶり見た、あのなんだっけ、一番上の吹き流し。吹き流しから始まって孫いだ、ひごいだ、金魚だ、なんだってもういっぱい。もう最後なんかアロワナの鯉のぼりみたいなもん、なんか最近に新しいなんかあんだね、キャラクターがね、鯉のぼりね。すごいなと思って見てたけど、気づいたらもうそんな時期だもんね。俺んちももう家帰って、今日はあの5月人形出そうかななんてね、あの兜とかね、鎧とかね出して、ちょっとピシッとあのこっから夏に向けてしっかりとあの戦えるこのファイターとして、ブレイブをこう腹の中と、もう胸の中と体いっぱいに備えつけるように、そんな気分で行こうかななんて思ってますよ。あ、ご挨拶遅れました。正和カート&スペシーダッキースペシャルムービーをご覧の皆さん、こんにちは、カートでございます。今回のこの4月から始まったスペシャルムービーのシリーズは、なんと、スペシーダッキーのメンバーにスポットを当ててですね、メンバーといろんなトークをしておりますが、まあいろんな人出てもらってますが、今日はいよいよですね、去年から参加していただきましたオンベースね、先輩ですからね、5級も年上なんで、本当にあのドキドキしながらもステージ登ると楽しいことやってますけれども、ご紹介しましょう。オンベース鈴木まさみ先生。どうも鈴木まさみです。どうですか、どうですか、スペシーダッキーに唯一涼しい風を吹かせる男。本当あとはなんかほら、熱苦しいドラムとかねなんかプリチーなギターとかね、はい、であの僕はあの2の線なのか3の線なのか分かんなくなっちゃって、最近5の線ぐらいまで行っちゃってるんですけどね。そんなさなかクールな涼しい風よ。いや今あの話聞いてて、はい、公民館とかもう死語だよね。公民館、うん、公民館、そして、はい、鎧兜、うん、来た方がいいんじゃねえか。俺はみんなで来ましょうかなんかいろんな、俺は弁慶で、誰か牛赤丸だとかって、なんかやりますか、うん、やりますかそろそろコスプレロックンロールやりますか。それもいいかもしれません。まああの毛がなくなったらいいっすよどこの毛ですか。いろいろで、一番大事なトサが立たなくなったり、あーゴマード塗れなくなったりしたら、あもうかぶっちゃいますよ、かぶと。あのね、はい、まずあのポマード系髪に悪いっすね。悪い、あとスプレー系悪いっすね。スプレーもね、まあやっぱあのほら80年代、はいはい、あの頃みんなほらダイエースプレーって使いました。ありました、あの、ね、セメダインみたいなやつ。そう使いましたよ、まさみさんも。もちろんです、うん、僕なんかは本当もう金髪でこんな頭してたんで、うん、そんで最後ダイヤスプレーで仕上げるんですけど、うん、はいはいはい、取れないんですよ、なかなか取れないです、取れないです、あれで、うん、いろいろ試して、はい、まずあれ台所で使う、うん、なんて言うんですか、洗剤、はい、食器用洗剤、うん、昔でママレモンとかね、ママ、うん、そうそう、チャーミーグリーンはどうしたのかね、あの手ですね、うん、であの手で最初やってたんです、うん、はいはいはい、それでも取れないで、うん、もう単純なことにあれね、リンスを先につける。ほう、そうなんですか。リンスは意外にダイエスプレーに強いんですよ。洗浄効果ってなんかもう溶かしたんですかね、もうあの肉着バリアみたいなあれを。そうなんです。で髪は痛みますけどね、うんうんうん、でそれからシャンプーしてまたリンスするという、リンスして、なんかダイエーのコマーシャルみたいになってますけど、違いますよ、言っとくけど、今でもあるんですかね、あれ名前変えて売ってるらしいんですよ。売ってるんですか。はい、僕もね一時期使ってたら、はい、やっぱ同じようになんて言うんだろう、このプラスチックの膜みたいなのが出ちゃうんですよね。ああ、そうそれでなんかあの固まってみたいな。そうそう、うん、で本当カート君と付き合えば付き合うほど、はい、まあ近くも遠くもありつつ、うん、あの知り合いだったりとか、そう、知り合いの知り合いだったりとか、そう、ね、うん、そういうのが出てきて本当、うん、今楽しくやらせていただいてますけどね、はい、あのちゃんと曲覚えて頑張りますそこかよみたいなそこかみたいなまあいいじゃないですか。だけど本当ね、ライブをもう重ねるごとに、最初に一緒のステージやってもらったのが去年の6月ですから。そうだね、もうあっという間に1年、うんうん、であれからだって半年ぐらい空いちゃったでしょ、まあ、そう
ね、そう、まあ、うん、まあちゃんとやりだしたのは去年の暮れってことで、ね、レコーディングやって、そうだね、今年はあとほら、うん、今度戸塚音楽祭、ロッキン戸塚76、7月5日に控えて、また大きいステージでね、うん、そうなんですよ、がっつり暴れられますから、そうなんですよ、はい、だから本当に多分、まあ場所は違えど、うん、まあ今は僕爽やかとか言ってますけど、ろくな人間じゃないんで、あのそういうのをこう、なんていうんだろう、自然体出せてね、うん、俺は、うんうん、本当楽なの、あそれ一番一緒にいて、うん、それは本当お互いね、うん、そういう部分で、そうなんかこう、出会うべくして出会ったっていうか、うん、そんなイメージもすごくあるんで、うん、本当にこれからもちょっと、いろんな人にやっぱ見てもらいたいですね、ね、先輩、よろしくお願いします、よろしくお願いします、本当に、本当にということで、これからまたいろんなこう本当縁もありますけれどもね、俺たち2人の縁がでかくなるようにということで、応援をよろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。まさかずかあたんでスペシャルムービーのお時間でした。どうもありがとう。